皆さんこんにちは、小林道場決済塾長の小林です。中橋です。はい、今回はですね、昔やった国立大学医学部ランキングがですね、大変人気でしたので、今回は改めて私立大学の医学部ランキングを中橋さんに発表してもらおうと思います。はい。じゃあですね、今回、これを話そうと思った背景なんですけれども、私立大学医学部の難易度って分かりづらいってよく聞かれるんですよね。なるほど。で、どの大学が難しいのか分からないっていう、区別されてないって話があるので、本当に僕の独断と偏見で今まで講師をやってきて、ここからしたら大変だったなとか、そういう観点だけでランキングをもう31位から1位まで全部つけてんじゃないかなと思います。私立の医学部は31個あるということですね。はい、はい、でまずただ前提なんですけど、私立医学部全部めちゃめちゃ難しいんですよ。まあそうですね。はい、なので問題の質とかによってもランキングって人の作り方で若干前後はするんですよ。まあそれはそうだ。はい、なので本当に僕の一つの指標だと思ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。そうですね。であとですね、以前その偏差値によって区分けの動画っていうのは、一度その早稲田との比較みたいな感じで確か出したことがあったはずなので、よかったら見ていただけるといいかなと思います。であとですね、最後になんですけど、どの大学も素晴らしい大学です、基本的に。なのであくまで併願の参考にしてほしいだけなので、煽りのために使うとかそういうのはやめてほしいなと。もちろんそうですね。前もだからプチ切れコーナーで言いましたけど、なんか私立医はマーチだみたいなことを言って、そんなわけあるかいっていう話を僕もしたんですけど、まずそこがだいぶずれてるんで、気をつけてほしいなというふうには思いますし、31位から言っていくわけですけど、別にどこがいいとか悪いではなく、総合的に見てこういう順番で多分受けてる受験生が多いだろうから、それに皆さんも要は適応していかないとむちゃくちゃの受け方してもしょうがないじゃないですか。なのでそこに適応するために一応指標として出したよということですね。はい、はい、というわけで、じゃあランキングを早速発表していきたいと思うんですけども、まず最下位31位からですね、こちら、川崎医科大学ですね。学費とかもね、そうですね、はい、やっぱり学費一番高いですし、正直最下位って言ったらかなりの方がこちらの大学を挙げるんじゃないかなと思います。岡山県にあるということで、やっぱりポジションも正直微妙なところがあるんですよね。そういったところで、申し訳ないですけどこの順位になったかなっていうふうに思います。ただやっぱり難しい大学ですね。もちろんです。で次、30位なんですけれども、埼玉医科大学。なるほど。はい。で、結構ですね、ここからは人によってかなり変わってくると思います。で、僕がこれを挙げる理由っていうのは、多分関東周辺を僕が受けさせたことが多いからっていうのは正直あると思うんですよ。なので、やはり関東周辺にいたいっていうこの中で、やっぱり学力的に一律にギリ届くかって子がやっぱ埼玉を受けるイメージがかなりあるので、そうですね。はい。で問題は正直簡単かなっていうところがあります。そうですね。私立ね、関東で私立受けていくこの一個の抑えポイントみたいなね。はい。多分これとその次あたり出てくる学校がそうなるんだろうということですね。はい。というわけで29位が独協医科大学。そうですね。はい。やっぱり結構同じような印象ですね。僕も移選の経験があるんですけど、移選で結構受けてる子が多いなっていう。いやですね。確かに移選の子独協すごい受ける子多いです。はい、はい、いいと思います。はい、で次、28位がですね、兵庫医科大学なんですけども、こちらですね、現役生だけの枠なんですけど、数学と理科一科と小論だけで受けられるという枠があったりするんですよ。なるほど。一般入試になるんですけど、やっぱそういうところで比較的合格しやすいというか、この子が受かったのっていうことが、正直僕の経験上あったので、一応このような順位にさせていただきました。あとですね、内部の免許はめちゃめちゃ厳しい印象が勝手にありますっていうちょっとポイントですね。はい。ですね、ここからはですね、全部紹介しているとちょっと時間がなくなっていくので、まとめて紹介していこうと思います。でまずですね、21位から27位がこちらの大学になっております。はい、はい、帝京とかね、そうですね、岩手とか福岡、はい、そんな辺が入ってくるんだろうなって感じですよね。そうですね、若干申し訳ないんですけど、甲斐市立医学部って言われるようなところがこの辺のレベルになってくるのかなと思います、で正直女子って前だとここのレベルにはいなかったかなと思うんですけども、まあねちょっと上だった、はい、そうですね、で一瞬ね、僕実は30位にしようかと思ったんですよ、今年の入試見た時に。結構びっくりするような方が受かられていることがあって、もしかしたら僕の中ではこれからやっぱ現状を踏まえると下がってきた時に、川崎医科大ぐらいのレベルまで下がりかねないのは正直女子医大ですね。なるほどね。はい、これからもうちょっと下がっていく可能性が正直あるかもしれないです。はい。で正直今年に関してももうちょっと下でもいいかなと思いつつ、この順位にしたって感じですね。そうですね。明確にね、1個とか2個の差をねやるというよりは、大体このぐらいって見てもらうものなんで、そんな感じかなって感じですよね。で大体21位ぐらいまでだとあんま揉めないかなと思います。この大学の中で入れ替わりはあるかなっていうのもあるんですけど、はい。であと帝京とかはね、一発の入試で捉えるともう少し難しかったりするんですけど、参加受けられるし、科目数がね結構いろいろ自由度があるっていうようなところから、難易度からするとこのぐらいかなっていうところがあります。で次にですね、また、12位から20位までまとめてみていただくと、はい、こちらになっております。うん、まあ、はい、この辺になってくるとね、いわゆるこう有名というか、まあ、比較的上位の私立大学医学部になってくるかなという印象ですね。はい、やっぱりいわゆるその中堅私立医大っていうと、僕の中ではこの辺りになってくるのかなと思いますし、ね、まあ、特に上の方の日大とか東京医科大とかね、うん、そうですね、うん、はい。で、まあ、ある程度やっぱ難易度もかなり高くて、うん、そのこの辺からは確実に早慶理工のレベルの学力っていうのが絶対に必要、そうですね、絶対にっていう、ね、はい、ところでくると、この辺になってくるのかなと思います。うん、で、愛知に関してはもしかしたらその下の国に入れる方も多いかもしれないんですけれども、うん、まあ、僕が過去を受けさせた方だとこのレベルにあるのかなっていうような印象です。あくまで印象ですね。はい、で、反対にですね、その関西医大とか、うん、東医とか東京医科大とかは、うん、上にランク付けする人もいると思うんですけど、最近だと僕の中ではこのぐらいなのかなっていうような印象がありますね。で、次にですね、5位から11位が、はい、こちらになっております。なるほどという感じですね。はい、で、まあ、僕の中でいわゆる上位私立医大って言われるとこの辺っていうイメージですね。うん、確かに、はい、確かに、はい、確かにって感じですね。まあ、ここね、ただね、揉める大学が多分2個ぐらいだから出てる新設の2大学、ね、そうですね、僕もね言おうと思ったんです、はい、それ国際医療福祉と東北医科薬科に関しては揉める方も多いと思うんですけど、はい、正直ね難しいです、この2つの大学。むずいですよね。はい、うん、最近受かってる子見ると、うん、やっぱり併願としてその上位国公立の併願になりやすいんですよね、この2つの大学は。その辺でやっぱ難易度がかなり高いなっていうところを最近感じさせられています。年明けのねすぐかなんかの動画で、はい、細井先生と撮った動画で東北医科薬科大学の紹介をしてもらったのもあるんですけど、奨学金枠があったりとかね、うん、やっぱこの2大学はねやっぱ人気結構高いですよね。そうですね、やっぱりそのお金的な面でねハードルが低い大学はこの10位って多いんですけど、自治医もそうですし、産業医大もそうですし、うん、やっぱそういったところで、まあ、上位に入ってくるかなっていうふうに思います。うん、はい。で、この辺はですね、まあ、さっきも若干出てきたんですけれども、かなり難関国公立の併願が増えてきます。うん、なので本当に正規ってなるとめちゃめちゃ難しいです。いや本当だから、そういうところを受ける子たちって、はい、宮廷の医学部とか、うん、国立医学部とかとこうがっぷり4つみたいなね、うん、感じになってきますからね。そうですね、昭和とか本当に正規だとねそんな感じになってくる部分もあると思います。うん、はい。で、じゃあですね、ここからベスト4なので、まあ、どの学校だか大体皆さん想像ついてると思うんですけど、1個ずつ若干紹介していこうと思います。3プラス1でしょうね。そうです。はい。で、まあ、4位がですね、順天堂大学ですね。ここね、3位と揉めると思うんですけど、僕の中でね、ここね、正直マジで並列なんですよ。ただ、まあ、ちょっとまあ、問題がどっちの方が難しいですかって聞かれたときに、まあ、3位の大学の方が難しいかなってところがあって、はい、まあ、順天はですね、時間的制約がめちゃめちゃ厳しいんですよね。で、あとは、まあ、正直、現役がかなり有利だっていうような噂されることとか、そういうところがあるので、まあ、そういった意味で、順天を4位にさせていただいたっていうところがあります。はい。はい、じゃあ次3位ですね。3位は、日本医科大学、はい、日医ですね。うん、でやっぱ御三家の中では正直ダントツ簡単です今。うん、ただやっぱり他の大学と比べるとだいぶ格の違いを見せてきてる部分があるというか、まあ、かなり難しいかなっていうような印象があります。ですね。はい。で、まあ、ここからでも絶対分かるんですけど、うん、2位が、東京慈恵会医科大学、はい、慈恵ですね。うん、で、ここまで出てきた大学とはここからね結構別格になります。そうですね。ちょっと世界まず1回変わりますわ。はい。で、まあ、正直難関国公立医学レベルの難易度っていうのを誇ってくるかなと思います。で、本当にね超上位の国公立医学部の子たちでも普通に落ちる可能性があるのが、うん、まあ、この大学かなと思います。で、最後ですね、はい、慶應義塾大学です。はい、はい。もうね言わずもがなですよね。そうですね、まあ、慶應義塾大学僕理科4だと思ってますよ。理4だと思ってますから。そうですね。東大理4だと思ってます僕は。いや本当でも本当そんな感じですよ。実際多分理3受かってもおかしくない人ぐらいしかいないんじゃないかと。そうですね。何回か受けたら理3に受かるかもみたいなことばっかりだと思いますね。はい。まあだいぶ上位ですね。そうですね。もう本当に上、確実に上なのは東大京大の理3医学部ぐらいじゃないですかね。だと思います。なので僕はそう最近は個人的には理4って呼んでるんですけど、まあでも理1が上ってわけでもないからまた難しい話なんだけど、まあそれは冗談も置いといて、余談をするとですね、僕が高校3年生、2年生、3年生の時の開成のクラスで、僕の後ろの席だったやつがこうちょっとおちゃらけのキャラだったんですよ。でそいつがですね、慶應の医学部に受かったんですね、現役で。でまあ今思えばあいつめちゃくちゃ頭いいなと思ったんですけど、僕その当時は文系だし、あんま医学部のこうランキングとかも全然知らなかったんで、うん、こう大学とか入ってこう勉強とかいろいろ教えたりとか、うん、その受験アドバイスするようになってから、うん、あれ経緯とかゴリむずくねって思ってあいつめちゃめちゃ勉強してたんやなってことに気づいたっていう。ああ、おちゃらけキャラだと思う。そう、おちゃらけキャラだったのに、はいはい、まあ、案の定入ってからめちゃくちゃ遊んでましたけど、まあ、それはいいとして、はいはい、そういったこともありますが、まあ、でもなんか個人的にはなるほどという、まあはい、特にまあこう上位、まあ、慶応の医学部時系、まあ、2つあってそこからまあ10大学前後くらいポンとあって、うん、で中堅あって、まあ、ちょっと下位の方で特にまあ下位の方だとまあ川崎医科大とか、まあ、その辺り中心っていうのはまあイメージ皆さん分かれると思うので、うんまあ、とりあえずそういう捉え方をして置いていただければなと思います、うん、一応動画の最後に一応全部並べていただいてるんでそうですね一応よかったこんな感じになってますはい、はいまあ、こちら見ていただき、まあ、別にね例えばじゃあ10位と11位絶対こうだみたいなことを言いたいわけではなく、はいまあ、ざっくりこんな感じだよっていうのとそうですね本当に正直ざっくりで、うん、特にその例えば15の16の教員と東海とか、うん、教員と東海どっちも勝ったからどっちに行きますかって知らねえよって感じなんですけど、迷うよね、はい、どちらでも大丈夫ですよって僕もご案内するのでそうですね、はい、なので、まあ、こういうものを目安にしてほしいなとはやっぱり私立医学部受ける受験生でもやっぱりこう例えば結構僕も見てる子でも、うん、なんですかね〇〇大学行きたい、まあ、順天でもいいし、うんまあ、日医でも行きたいってそこはまず決まってるんですけどじゃあ併願どうするみたいな、うんまあ、浪人したくないよねみたいな感じになるとじゃあどこまで受けるのって言ってもそもそもやっぱりこの30ぐらいの大学をこう全部じゃなくてもある程度知っとかないと、うんいけないですしじゃあその一人暮らしとかねその地方に行くのありなのか なしなのかとかも含めてそういったとこもあった上でちゃんと併願とか決めていかないといけないので、うんまあ、やっぱそういうまだ高校3年生になったばっかりこれからなる生徒さんに関しては、うんまあ、一応このリストを見てねちゃんとやっとくというかその調べたりとかねしとくのはすごい大事だと思いますので。はい、見てみていただければと思います。はい、はい、というわけで本日は以上でございます。まあね、私立医学部うんぬんかんぬん医学部しっかり勉強したいよという方、まあ、中橋さんが、メインとなっている何なんですかこれはまあ医学部コース一応ね当塾ありますけれども、はいまあ、でも中橋さん以上のねつわものの講師も実はいるんですよいるんですよ、はい、ちょっとねホームページちょっとプライバシー出せないんですけど、はい、いるので、まあ、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで本日の、プチ切れコーナーですけれども、テーマは何でしょうか。はい、はい、まあ、ちょっと医学部に絡んでたんですけれども、まあ、千葉大学医学部に合格している人でも時系に落ちてる人がよくいるって聞いたんですけど、時系の方が難しいんですかって、はい質問をよく受けるんですよねなるほど、はい、でも確かにレベル的には全然落ちる人いるだろうなとは思うし、はい、僕が切れるっていうか自分が切れたいんですよ確かに確かに、はい、じゃあどうぞでも実際ね、はい、どっちが難しいってねここはね分かんないです僕も、はい、で分かんないってのは何でかっていうと例えば時系第一志望で千葉受けに行くなんていないんですよ全然、ね、いないですねそれはいないいないですよでありえない千葉第一志望で受験受けに行ってる人はめちゃくちゃいるんで、これアンフェアなんですよね、そもそもね、確かに確かにでやっぱり例えば千葉に行ってる人で僕はあくまで千葉大学医学部の学生なんで千葉大学医学部に行った人がそもそも時系を第一志望にしてめちゃめちゃ時系に向けて勉強してたら受かっただろうって思うんですよ、うん、ただねこれは正直実際落ちてるっていう現状があるんでまあ多分半数ぐらい落ちてるんで普通に、うんうん、なので、まあ、そこはちょっと一概に言えないと正直、うん、なのでここはね引っ掛けできないですそれはねどっちが難しいっていうのはないぐらいのレベルの差だなっていうふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、まさにイメージですけど動画で昔やった話だと例えばそのまあ宮廷の、まあ、会宮廷とかのあたりと早慶どっちですかみたいな、うん、科目数が違うとかで、うん、そのやる問題の方向性も違うし、うん、あとぶっちゃけ言えば早慶の中でも違うわけで、そうですね、では慶応まず第一志望ですね小論とか、うん、SFC みたいなのことを考えながら突き進んでる人と早稲田みたいないわゆるこう私立文系3科目型で進んでいく人でやっぱりこう、ね、比べられない部分はあるので、まあ、そこはね難しさがあるかなと思います。うんはい、というわけで今日は中橋さんのプチ切れでした。なんすかこれ。なんとなくです。はい。